こんにちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日は外壁を塗っていきたいと思います。前は黒い外枠を塗ったんですけど、今日は下の部分を白く塗っていきたいと思います。今の外観の様子ちょっとお届けしたいと思います。まず外のこの階段の部分はこんな感じになっています。色がね、剥げてしまっていたり、サビがついていたりという感じです。先日ここをきれいに磨いたので、今日はここを真っ白に塗りたいと思います。はい、こちらもぐるっと真っ白くしていきたいと思います。今ね、ここ塗ってみたんですけど、結構いい感じになっています。この辺とかね、地味な作業なんですが、塗り進めていきたいと思います。ちょうどここが境目なので分かりやすいかもしれません。はい、塗ってみるとね、元が分かんなくなっちゃうので残しておきました。引いてみると分かりやすいかもしれませんが、上がね、塗る前の状態で、下が塗りたてです。分かりますか？はい、やっとね、どんどん綺麗になっていきます。ちょっとね、パッと見わからないので、はい、ここがちょうどビフォーアフターの境目になってます。一缶使ってペンキを塗り終えました。ちょっとね、こっち側ペンキが足りなくなったので、また買い出しに行って塗り直したいと思います。今日はここで終わりたいと思います。